皆さんこんにちは、エルザです。今回は高火力の必殺技で敵を殲滅しながら戦える全体攻撃アタッカーのアルジェンティを普通プレイ視点で解説していきたいと思います。アルジェンティの実装して随分経ちましたね。このキャラ自体が強いっていう話は出てきてるんですが、まあ使ってみたら本当思ったよりも火力が出てとても楽しいキャラというところでした。ただ使っていて気になる部分っていうのもありましたので、その点についても解説をしていきたいと思います。今回のアルジェンティのステータスはこんな感じとなります。この世界の剣装を重量3で行っています。異物に関してはチャンピオンとサルソットで行っていますね。で、今回のサルソットの効果を発動を重視しているので、弾に関しては攻撃にしています。本当は物理がいいんですけど、やっぱ厳選が難しかったですね。それではこちらのキャラを使って実際に使った感じはどうなのか話をしていきたいと思います。それでは早速解説していきます。それではガチャ結論からいきたいと思います。アルジェンティに関してはアタッカーというよりも効率を重視したい人は引くのはありだなと思います。というのも殲滅力の高さが周回の快適さと相性がいいっていうところがあるからですね。また星5アタッカーがいないなら引くのもありというところです。育成によっては裏庭9もオートで行けましたので、育て方次第ではそれなりに使えるアタッカーなんだなと思いますね。ただし耐久面が低いので、頬や不言といったサポートを持っていないと脆さを感じやすいっていうのがありました。模擬宇宙やってた時結構やられてましたね。で、このあたりはアタッカー特有の悩みになるかなと思いますが、所持キャラとのバランスを事前に確認がする必要があるっていうところです。また模擬宇宙の郊外をクリアするために引くかって言われると、知恵の運命が今現在ないのでちょっと厳しいかなと思いますね。アルジェンティンの殲滅力が高いとはいえ、郊外では弱点が通らないので、このあたりのバランスが難しいっていうところです。なんですが、侵食トンネルといった育成面などの快適さを求めるならありだなと思います。ただルアンメイが次回の実装で来るっていう話がもう来てますので、今引くのは正直後回しでもいいのかなと思います。まあよっぽどね、いろんなキャラを引いてるとかサポーター枠がすでに十分揃ってるっていうのであればいいのかなと思います。それではガチャ評価をこれくらいにして性能面などの紹介をしていきたいと思います。アルジェンティの特徴についてですが、全体攻撃と必殺技で殲滅していくキャラクターとなります。使っていると特に感じるのが EP 回復の速さですね。これが本当に速くて、 EP 効率回復なしでもサクサク必殺技が使えます。しかも2段階の必殺技となっていて、1段目は全体攻撃のみとなりますが、2段目だとバウンド6回が発動可能となり、一気に火力が上がります。さらに敵が多いほど攻撃を当てるだけで EP の回復効率が上がりますし、会心率も上がってさらに顔火力も狙えるっていうのもいいところですね。敵全体攻撃と相性がいいので、複数戦や連戦で活躍しやすいキャラクターという風になっています。それではスキルと必殺技の紹介に入っていきたいと思います。ですが、まずはアルジェンティに関してはテンプから見ていきたいと思います。テンプがこのキャラクターの要と言ってもいいぐらいですからね。で、テンプに関してなんですけど、通常、スキル、必殺技のどれかを発動した時に敵一体命中するごとに効果を発揮するものとなります。効果としては EP 回復と栄達というバフの獲得ですね。この2つがとにかく複数戦においてアルジェンティを強化してくれます。まず EP 回復については、最大5体いれば15回復することは可能です。なるべくスキルの全体攻撃で狙いたいところとなりますね。さらに同時に栄達を獲得できるので、1回の攻撃で最大5層獲得できます。10層まで獲得できるので結構強い効果だなと思いますね。このあたりは理解していると、異物のサルソットの効果を戦闘中に狙うことも可能です。この効果を使って回心率を上げつつ、さらに EP 回復をしながら敵をどんどん殲滅していくというわけです。逆を言えば、敵が少ないほど効果を発揮できなくなるので、単体に対してはちょっと残念な感じというふうになりますね。続いて秘技を紹介します。こちらの秘技はフィールドだと目くらましの効果が発動します。逃げる敵でも止めることが可能ですね。
またこのまま戦闘に入ると物理ダメージを与えるだけではなく EP も15回復するので戦闘開始から必殺技を回しやすくなります。フィールドの雑魚処理をするなら結構ありがたい秘技となってますね。続いてスキルについてです。スキルに関しては知恵の運命というだけあって全体への攻撃となっています。これがとにかくテンプとの相性がいいんですよね。単発ヒットではありますが全体に攻撃ができるので敵が多い時は必ず使用して EP 回復と A 達の獲得を狙っていきましょう。続いて必殺技についてです。他のキャラクターにはない2段構成の必殺技となってます。どちらも全体攻撃となってますがヒット数が変わるっていうのが大きな特徴ですね。1段階目に関しては全体に1ヒットとなるためあっさりした感じになります。全体のダメージは高いんですが単体に対してはダメは低いっていう感じですね。そのため必殺技にも火力をドーンと出すなら2段目を使うことを意識するっていうのが重要です。ランダムヒットではありますが6回分の攻撃が追加されます。同じ敵に6ヒットするのではなくランダムっていうのが肝ですね。アルジェンティにおいてはこの必殺技をいかに発動するかが肝となりますので狙っていきたいところです。その他の追加能力はこんな感じとなります。結構テンプが優秀なんで早めに解放したいところですね。特に A 達の獲得や HP50 倍かダメアップなど早めに獲得したいところとなります。まあ、ダメージの底上げっていうところですね。またステータスアップの内容に会心系がないので育成難易度としては結構難しいかなと思いますね。なんか経流とかと比べると本当難しかったなと思います。で、育成の順番としてはテンプ必殺追加スキルの順が好ましいかなと思いますね。まずは公園水からです。公園水についてですが基本的には星5は持ちがいいですね。まあ、会心ダメージが漏れるのが正直いいです。あとは EP が多いキャラクターなので、まあ、貯めれば貯めるほど火力も上がるっていう相性のいいものとなってますね。で、続いて星5に関しては銀河鉄道です。複数戦で活躍する面を考えると相性はいい公園水ですね。ダメージが上がるってなかなかいいですからね。星4武器に関してはまずは今日も平和な一日がいいですね。 EP 効率がいいキャラなので相性がいい公園水となっています。EP でダメージが上がるっていうのがいいですよね。続いてこの世界に喧騒の場合は必殺技のダメージを稼ぎやすいので個人的には持ちがなければこれがいいなと思ってます。重量できるなら重量した方がいいですね。で、実際にこちらを使って今回裏庭をしましたが、まあ、9は全然余裕でクリアできたので十分な火力は出せたなと思います。で、星4公演水でも火力は出せるいいキャラだなと思いますのでこのあたりはねうまくできてるなと思いますね。続いて異物についてですがチャンピオンとサルソットの組み合わせがおすすめとなります。基本的には物理の火力を上げるっていうのと必殺技のよだめを上げるっていうねこの2つですね。で、チャンピオンを多分揃えてないとかサルソットがないよっていう方もいると思いますのでそういった場合はチャンピオンプラスガンマンかメッセンジャーと組み合わせるのがいいです。サブステに関しては銅は会心系です。ここはできるだけ会心ダメにするとダメージが伸びやすいですね。で、足は速度か攻撃で、オーブは物理か攻撃、縄に関しては攻撃 EP 回復でいいです。サブに関しては会心系速度攻撃っていう順になりますね。で、全体的に会心率 50% まで上げるのが難しいなっていうのがありました。で、会心 50% までどうなるかっていうと具体的にサルソットの効果が発動できれば目指すべきは42となります。で、各装備会心率を 7% 以上つける必要があるのでまあ結構厳選難易度としては高いんですよね。特に弾の部分では物理攻撃プラス会心率が漏れるっていうやつになるので厳選がめちゃくちゃ大変です。ここが漏れるかどうかで変わりますからね。で、アルジェンティンに関しては持ち武器にしたところで会心率が漏れないのでちょっとバランス的にも難しいっていうのがあります。そのためおすすめのメインステはありますがある程度妥協するのはありですね。弾の物理が手に入らなかったっていうのがありますので攻撃で代用しています。まあ、これでやっと50いったっていうところですね。
それではアルジェンティの編成についてです。アルジェンティはアタッカーとなるので、サポーターとヒーラーを合わせるようにしましょう。まあ、ヒーラーの部分はなるべくフォボがいるといいですね。ヒーラーを入れて安定しないなっていう時は、まあ損後のキャラを入れるっていうのがいいです。どうしてもね、ヘイトが集まると一瞬で終わりますので、まあ損後ヒーラーサポーターアルジェンティっていう順番でもいいのかなと思います。で、サポーターにはテイウン、ブローニャ、カンア、ペラがおすすめです。できればカンアは入れたいですね。で、アルジェンティをサポートするように組ませると火力が出て安定します。なので基本的にはアタッカー、サポーター、サポーター、ヒーラーで組ませておいて、耐久値が足りないなっていうのであれば損後を入れるみたいな感じでバランスを取るのがいいと思いますね。最後にアルジェンティについてですが、ゴートの場合はなかなか必殺技を2段階目まで貯めるということがないです。これ結構困りましたね、正直ね。で、雑魚戦ならもう全然問題はないんですよ。ダメージが出るんで問題はないんですが、ボス級の敵にも1段階で連発することもあるので、気になるときは自分で操作する方がいいです。なんかもったいないなーが多かったですね。ただ裏庭した時なんですけど、まあ Q をつけた時なんですが、意外とね2段階で発動するっていうのをやってて、貯めることをしてたんですよ。なので意外とオートによってはうまいこと発動のバランス保ってるのかなと思ってます。なのである程度強敵であればうまいことオートでもコントロールしてくれるような気もしましたね。また火力に関してなんですが、敵が多い序盤ですね、戦闘の序盤はめちゃくちゃ強いんですが、後半の敵が少ない時間に関してはちょっと物足りなさを感じるっていうのがありました。まあといっても火力自体が低いわけではないので、数によってダメージが上下するっていうのを抑えておく必要があるキャラだなと思います。なので効率重視とか効率を求めるならいいですよっていうのはそういったところがありますね。はい、ということで今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。